はい、こんにちは、レトスの大野です。1月5日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。1月も入ってまだ間もないんですけれども、1月と2月の勉強法、1月2月に何をしなければいけないのかというところを、この動画以外の別の動画作成しておりますので、まあ、そちらの方からですね、勉強法についてご確認いただければと思います。で、その動画については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。また、右上にもお知らせボタン出しておきますので、こちらの方からもご確認いただけます。参考にしてみてください。それでは問い1ですね。借地人が地代の支払いを怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の同意なく土地賃貸人に地代を弁済できる。しかし、借地人の土地賃貸人に対する債務は消滅しない。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。後半部分が誤りです。前半部分は正しいんですけども、後半部分が誤りですね。まずなんですけども、借地人ってこれ誰かなんですが、借地人って土地を借りている人です。土地を借りている人。土地の貸主が地主なんですけども、それを借りている人は借地人と呼ばれるんですね。そして土地の賃貸人。これが地主ですね。これが地主。ここに当たります。で、借地上建物の賃借人ということは、借地上に建物が建っていて、その建物を借りている人ですよね。借地上に建物を建っていて、それを借りている人が借地上建物の賃借人です。で、この建物のじゃあ所有者誰かっていうと、借地人ですよ。これ意外と分かってない方いるんですけども、借地人っていうのは、地主から土地を借りて、そこに建物を建てます。で、借地人が、その建物を誰かに貸します。で、この借りた人が借地上建物の賃借人だということです。なので、この建物の所有者は借地人ですね。で、このような状況で、借地人が地主に対して、土地の賃料を払っていないと。まあ、つまり滞納していると。そのような場合、借地上建物の賃借人が代わりに弁済することができますかという話で、問題文はできると書いてありますね。で、これは正しいです。借地上建物の賃借人は正当な利益を有する第三者に該当するので、借地人の承諾なく第三者弁済を行うことができます。で、弁済することによって、借地人が有していた債務、地代を支払う債務、これは消滅いたします。したがって、借地人の土地賃貸人、まあ、地主ですね、に対する債務は消滅しない。これが誤りだということです。で、正当な利益を有する第三者については、まあ、少し細かくなりますので、個別指導でお伝えします。で、今回のように、きちんと問題文を整理することっていうのは、理解学習を実践する上で非常に重要です。わかってるから大丈夫、ではなく、問題文の整理を日頃から習慣づけているかどうか考えてみてください。これが習慣づいていれば、本試験で問題文がわからない、だったりとか、問題文を理解するのに時間がかかる、こういったことはなくなります。今年合格するためにも、問題文の整理は習慣化していきましょう。言っていることはわかる、けれどもできない、続けることができない、というのであれば、個別指導、ぜひご活用ください。個別指導の過去問集の解説には、問題文を理解するための記述も記載しております。もしわからなければ、いつでもご質問いただけますので、その点もご安心ください。まずは、問題文の理解の仕方から教えていきます。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひ、ご確認ください。それでは、問い2です。建物の買い主 B が宅建業者であり、当該建物の近所に事務所を構えており、その建物に関する事項を熟知している場合、宅建業者は B に対して重要事項説明書を交付すれば、重要事項の説明を行うことなく、売買契約を締結することができる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。重要事項の説明は、買い主や借主に対して行わないといけません。ただし、買い主や借主が宅建業者の場合、重要事項説明は省略できます。これは本試験でも出題されそうな内容なので、絶対頭に入れておきましょう。で、問い3ですね。工事施工者とは、宅地造成に関する工事の請負人、または、請負契約によらないで、自ら工事をする者を言う、丸か×かという問題です。答えは正しいですね。工事施工者っていうのは、2パターンあります。それは、請負契約による場合と、よらない場合です。請負契約による場合、工事施工者は、
宅地造成工事の請負人、まあ、つまり工事業者ですね。これが、工事施工者になります。一方、請負契約によらない場合、まあ、自ら、宅地造成工事を行う場合ですね。その場合は自ら工事を行うので、自らが工事施工者となります。まあ、言葉の意味も具体例があればイメージしやすいと思います。この方が頭にも定着しやすいので、どんどん具体例を調べてですね、頭に入れていきましょう。そして初めにもお伝えした通り、1月2月の勉強法に関する動画、こちらの真ん中にリンク貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。